どうもです。ズクモヘよ。8月25日。今日の六曜は、戦勝。打金ずればすなわち勝つ。五線は吉で午後が今日。時間は木の上。樹木を表す陽の木。木の芽がまだ土から顔出せへん状態を示しとる。十二支は馬。陽の木。成長が止まり、実をつけ始める状態を示しとるよ。ほんで、この十間と十二支からお湯五行を読むと、木生火。火は燃えて火を生む、いうことで、土星。物事が順調に進む、いうけや。全勝でいい創生ってなんや、勢いやって良さそうやけども、ま、これらを踏まえてどう過ごすかは、あんたさん次第や。ゆるゆると、ええ日になると、ええね。ほな、またねー。